アーセナル、ボニフェイスと交渉進んでる。そっちの方がなさそうだけど、レバー空前ー冬に売るかねこんな優勝もできそうみたいな状況で。ね、冬に取るのはローンだよね。それで言うとね、富安のローンってあれ本当なのかね富安と誰だっけエディだっけあ、じゃあネルソンか。稼働のとこだけど、怪我しやすくて稼働が厳しいんだったら、その選手を冬にローンで取るチームがあるのかっていうね。 普通に考えたら夏で完全移籍はわかるけど、冬のローンってね、スカイが言ってるけど、え、だってみんながさ、クラブの会長だとかオーナーだったら取るめっちゃいい選手ですけど、結構怪我してて、今も怪我してるんですけど、って言ってでも1月から取りましょうみたいな。なかなかそれ合歳に出しにくいよね。スカイじゃなかったら信用しないんですけどね。怖くて取れないよね、普通ね。だからあのー、あれ、今、イナ、イグラシオ、イグラシオ、イナシオ。 とかなんかこう、アーセナルががっつり取りに行くみたいなさ、その、頭いいコマンダー系のセンターバックがもう一枚加入しますみたいな。それがサイドバックもできますだったら、そことの入れ替わりでってあると思うんですよ。そういう可能性ないってなると、売られ、キビオルネルソンエディが売られるのはわかるけどね。ただエディ売る場合は、トニー来ないとねって感じですけどね。この辺は、スカイでも飛ばすことはあるからね。チーアスエチックも信用高い。でもあれってね、 公開コミュニティで出してる情報だけど、あ、ジーアスレチックの情報によるとっつって日本の記者があ記事にしてたりとかあるけど、あれいいのかねセルジロベルトアーセナルの噂上がってたのあ、めちゃくちゃいいっすね。あ、あとは、セルジロベルトも怪我するからな。ローンかな富安の記事、ソースザサンえ、サンの記事を、あれ俺スカイのツイッターで見たんだけど、スカイが引用したってこと僕だって X でやったのスカイのやつですけど。 セルジュロベルト両サイドバックどっちもできるみたいな考え方でしょうね。あとインサイドハーフもみたいな。セルジュロベルト怪我してなかったらめちゃくちゃいい選手ですよ。スカイが皮肉的な感じで、そんな使い方するあんな大手メディアで。そのスカイのツイートの引用元が雑誌。あ、そんなことすんのその三次情報みたいな。そんなことするんだね、スカイがね。エヴァクーゼファンですが、ポニフェイスはクロスに合わせるのとワンタッチシュート上手くないのでアセラに合わないと思いますね。ワンタッチシュート上手くなかったか。 結構、あれかな合わせられるけどずれるみたいな。当て方が悪いみたいな感じかな。そう、富安、バイルンね。どのくらいの感じで、今、だって富安残り契約18ヶ月で延長のタイミングだから、バイルンがいくら出すのかとかね。富安が今後どう使われるのか。だからこの延長のタイミングで、給料がガッと上がったりとか、なんか序列上がるような契約にできたら、もっと使われるようになるからいいよ。 ケント君スパチャ、ありがとう。ドイツ代表も癖のある監督呼ぶより選手隊でやらせる方が強い可能性ありますか今のドイツだと難しいと思いますね。ディフェンスラインの質が低すぎるんで、裏に走ってる人がいて、裏にボール出せるときに裏をケアできないとか、サイドからクロス入ってくるときに平気で背中入れちゃうみたいな。それが、谷口昔よりは少なくなってるし、冨安ができて、なおかつコーチングもできるから、富安いるとみんなの能力掛け算になるんですよ。ディフェンス面の。なんで、今、ディフェンスラインって言うと、 日本の方が高いんで、それによって、えっ、ー、と、選手同士が、戦術って戦う術だから、監督が与えなくても選手が持ってたら、それでいいんですよ。現にね、レアロマドリーとかチャンピオンズリーグいっぱい取ってるしね。だから今のドイツ代表に必要なのは、ナーゲルスマンが攻撃の戦術いろいろいじるというか、冒険して、 ね、派閥左サイドバックとかやってるけど、実際は、守備で前からのプレスずれ遅れない、えー、撤退守備の時とか、一発で、あの、ゴールまで行かれる時にちゃんと裏をケアできるとか、そういう基本の守備戦術をしっかりやることですね。基本の守備戦術ができてないから、戦績が安定しないし、日本相手にもね、あの、シロッターベックのところとか、やっぱり基本の守備戦術ができてないところで負けちゃったじゃん。で、それをしっかりつけたね、日本のあの質も、質っていうか、あの、浅野のね、そこへ行けたんだみたいなのがあるから。 何よりもやっぱり強くなれないチームは守備ですし、しっかり戦績が安定してるチームも守備ですよ。攻撃はね、魅力を、あの、増やしたりとか、あと、格上が格下に対して取りこぼさないためにブラッシュアップする戦術ですけど、守備はね、攻撃機会を増やすためにも必要だから、攻撃は最大の防御って言うけど、守備は最大の攻撃になるかもしれないですね。ハイプレスはまったら速攻で得点取れるし。そう、だからドイツにアラバがいたりとかすると全然話変わると思いますね。 そう、ドイツもバイルもコマンダーいなくて、なんで、富安のね、遺跡の噂とか上がってるけどね、サイドバックもできるからみたいな視点で言われてるけど、実際はそこじゃないんだけど、ただ、ドイツ語を話せるかどうかも重要になってくるからね。そう、ドイツの裏りはひどすぎて、オーストラリアのカウンター褒められて。あれをね、まず、守備の戦術の方が徹底しやすいから、ボールがない状態でできる戦術だから。今、日本代表、今回の試合とかも、サブの選手もモチベーション高いから、守備の強度ちょっと疲れて落ちてきた時に、サブの選手投入して、 ね、プレスの強度また高まったから、そこも良かったですよね。富安売れって、まあ言われるよな、んだけ怪我してたらな。だって富安の良さってさ、安なんか裏や怪我してんだからっていうやつに絶対伝わんないじゃん。怪我しててチームへの貢献度が低い場合の言い方としては、いい選手だけど怪我が多いからね、みたいな。クラブとしても売れる時に売ろうみたいなのはわかるよね、みたいな。もしかしたらメディカル的にもちょっと治りにくいから今後も再発しますよ、みたいなのがあるのかもね、みたいな。 いい選手なんだけどなが正解じゃん。いや、あいつ怪我してんだから、売れよって。こんな単細胞のやつさ、サッカー見れてるわけないんだから、ちゃんと。ってなると、そう、そんなやつに、しっかり富安のあの、ポジショニングとかサッカーの,のところ、判断の良さとか両足蹴れるってころとか、そういう細かい富安の貢献度っていうのは分かるわけないから。 消えろって思いますね。<laughs> <laughs> そこまでは思わないけどね。はばかりながら生きろって思いますけど、ね。そういう人ってね、自分が辛い思いしてなんかこう、そういう風に言われた経験とか、人間としての経験値が浅いか、その経験を全く活かせてない馬鹿がどっちかですからね。どんなにひどい選手でも怪我してるときに、あいつ怪我多いから打った方がいいよなんて、そんな簡単なこと言わないですけどね。クラブの事情、こうでこうでこういう選手たちが出てきて、そうなるとプロの厳しい世界だから、怪我多い選手っていうのは、やっぱ放出リストに乗っちゃうよね、みたいな言い方になりますからね。 そうだから僕は富安はね、アーセナルいてほしいし、怪が多いかもしれないけど、まあ、そういうねメディカル的な事情とか、僕は冨安の給料でね、あれだけの高レベルで全ポジションをこなして、ななレギュラー組よりもパフォーマンスにみたいな選手いないですから、キック精度も良くなってるし、出すべきじゃないと思いますけど、そういう意見も分かりますよねとなんかさ現地記者ののコメントみたいなのでトミヤスと ホワイトがいれば、このようなディフェンスラインでのトラブルと連敗はなかっただろう、みたいな見てさ。それって、雨降ってなかったらバーベキューは楽しかっただろう、みたいな。そのレベルのこと言ってるよっていう。みんな知ってる、それはっていう。雨降ってるけどバーベキューは厳しいけど、室内で焼肉パーティーに変えようぜっていうのが必要だったから、それが僕が言うあのトーマスディフェンスライン下げるのなんですけど。そう、でもそれをね、雨降ったらバーベキューが楽しくなくなったみたいなこと言ってるよっていうツイートしたら、なんか、 クソみたいな、アンチコメみたいなのでリプ来てもね、つまんねえみたいなとかね、なんか来たらめんどくさいからもう、<laughs> もうツイッターの方はもう立位しちゃうと、ね。とみやすは頭脳派プレイヤーなのか、それとも、もともと身体能力持ってるプレイヤーはどちらだとレオさん考えますか僕は頭脳派だと思います。どっちもですね、二元論じゃないんで、フィジカルがあって、えー、技術があってとか。だって、イケメンなのか、面白いのか、じゃないじゃん。イケメンで面白い人もいるし、そう、ブサイクでつまんない人もいるから、両方だから。だからそれで言うと、トミヤスはもともとのフィジカルもあって、そこに知性もあって、 みたいな技術もつけてみたいなど,どれがまあ最初の比率として大きかったですかって言われるとフィジカルかなって思いますね当然。でそれの話で言うとあれなんですよ今アーセナル基本的にサイドバックティンバー怪我しててティアニーもあれだからそしてダローンだからでキビオルのサイドバックは今の戦術上あのサイドバックがいろんなポジション取らなきゃいけないからトップ下だったりウィングだったりとかボランチだったりキビオルにはちょっと厳しいとあダジャレみたいになっちゃったもうやめようかなモドリッチの戻りみたいな見るな見るなみたいなやつになっちゃいました。 もうやりたくないな。7話だったっけそう、それで今日、アーセナルのその、一応見てて、でホワイト、天シのオンゴールが一番可視化しやすいんだけど、一番の問題はやっぱり、裏ケアのところとか、センターバックの背中守るところとか、ウィング動かすところとか、結構やっぱホワイトは質でやってて、結構富安と逆なんで、やっぱセンス型で起きてる現象が、富安と同じように、 サッカー級高いみたいな。なだから調子崩してる時期って、そこずれてないのとか、そこ前動かせてないのとか、あそこミスっちゃうんだとかが多いんだよね。今だとジンチェンコよりもホワイトの方が富安と変わりやすいのかなとかいうふうに思うんだけど、でもジンチェンコも結構パスミスとかあるからで、やっぱりね、あの、6分30秒のシーンかな見てほしいんだけど、ジンチェンコがさ、赤アーセナルで、アーセナルの場合、この、 ジンチェンコはサイドバックはここ取るじゃん。で、この時に、相手プレスかけてきてない時に、ジンチェンコここ降りてきて、一旦ね、曲がりアイスとウィングのここの間繋がんないから、ここ降りてくるが、もしくはここ降りてきた後曲がりアイス開く。これはいいじゃん。ここでボール持って曲がりアイスがこう行くよりも、一回預けてこう行ってこうした方が楽だから。なんだけど、ここの時ずっとジンチェンコここいんの。で、これによって何起きるかっていうと、ジンチェンコここいるから、このポイントにラインカンタートップ下的な選手が降りてきて、で、 それによって、ここのど、どこにフォワードが降りてくるか、ウィングが入ってくるかで、じゃあ、ここいなくなるよね、とか、こっち側の選手こっち行かなきゃいけなくて、ここいなくなるよね、っていう、無駄なポジションチェンジが起きちゃう。で、これによって、まあ、一番ある現象として、ウィングが入ってったりとかするから、そうすると、大外取るの、じゃあ、曲がれない人になるのとか、中盤になるのとかって、適材適所に人が入れなくなる。富安だとどうするかっていうと、富安が投入された後のプレイとか見てほしいんだけど、 ジンチェンコはずっとこのままここに座ったりとかするんだけど、富安はここ取ったり、この選手降りてきた時にここ行ったり、この選手入ってきた時にここ行ったりっていう、自分が取りたいポジションじゃなくて、あの、取るべきポジションの方優先できて、そこで首振りながら少ないタッチ数で回すから、失点シーンのところで、あの、ハバーツに預けた後、ハバーツのワンタッチのところを相手が、 ついて、知ってにはなっちゃったんだけど、やっぱり、ジンチェンコがいるよりも、富安の方がアーセナの攻撃力上がるっていうのは、もうあの、6分30秒のシーンで、あ、富安のはずっとここにいないなっていうシーンを、ジンチェンコがやってるから。今、富安が使われるように、今後なるなっていうのは、この間点も決めたでしょ。あの、可視化できるデータが増えてきてるから、それが大きいんですよね。それで、あの、選手間で納得させやすいから。 で、ホワイトは分かりやすくコンディション落としてるから。で、ホワイトの持ち味って結構ボール持ち上がるキャリーだったりするんだけど、持ち運びね。アーセナル、あの、センターバックが長い時間ボール触んのって、立ち数多くなるのって、良くないサッカーしてる証拠ってもう、あの、ある程度が言ってるぐらい、そのぐらい、まあパス回しは遅くなるから。だからキャリーは最終手段っていうか、相手が突っ込んできた時とか、ハイプレースかけてきた時に運ぶ手段だから。でもアーセナルの場合ってさ、ホワイトがここで受けます、相手突っ込んできてこういうと運ぶ時に、ここにもう人いたりするから、 パスつければいいからさ、ホワイトのこのね、相手引きつけてグッて持ってくみたいなやつって、あんまり使いどころなかったりするんだよね。で、結構ホワイトの方がノリでやってるから、あの、ウィングとサイドバックが1対1で相手のサイドハウが戻って、 一対二の数的不利の状況で上がってって、結果、ホワイト上がったけどこれ戻すしかないよね、みたいな。ホワイト使う意味ないよね、みたいなシーンとかあるから。富安だと、後ろ作って振り直しやったりするんだけど。今、現状だと、僕はね、ジンチェンコボール持った時はいいんですけど、自分がボール受けた後のビジョンを技術的な高さでなんとかあるように見せてるだけで、実際は、あ、そこタッチ数多いなとか、3タッチ4タッチしてるから相手整っちゃうとか、他の選手に落として前向きでもらうみたいなのは全然富安の方が上手いから。だから、アイディアの レベルが、ボール持ってるところで、しかちょっと厳しい、キビオルる。で、ボールもらっ、もらった後のこと考えれる3選手、ボールもらう、えないんだけど、他の選手に当てた後落としてもらったりとか、他の選手を開けるようなポジショニングできるのが、リズムでできてる富安、感覚でできてる時が多いホワイトっていう。ホワイトは今調子悪くなってるから、まあ、冨安を使った方が絶対、まあ、守備面ではね、当然、空中戦とかそういうところはもう落下地点杯のホワイトより全然富安の方が上手いから。失点繋がったね。 ヘディングのところも、富安だとああいうクリアミスしないし、そもそも落下地点の読み違いでちょっと低めのヘディングになってるからね。現状だと、ホワイトと変わる可能性が高いんだけど、人チェンゴだとしてもどっちでも富安できるから。だからこの3人のスタメン争いで言うと、やっぱ富安がもう軸になってよくて、今回だとホワイトが一番長く使われてるから、ある程度の使い方で言うと、ね、 人生子どもやすにすんのかなとか思ってるけどね、えー。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろなサッカー界の話を中心に喋りましょう。ではい、ぞっとこでした。バイバイ。